はい、え聴、ー、いていただきました。justifies でございました。かっこいい曲ですよね。毎回聴いてますが、いつもなんか元気と、それからなんかこう、毎日の生活のこのリズム感を出してくれるんで、えー、お気に入りの曲でございます。さあ、えー、CS というトークウェーブ、今日も始まりましたですけど、えー、ちょっとね、あの、いろいろとまあ、僕もその、いろんな番組とかさ、自分のビジネスのことで勉強とかね、やっぱりしてるんですよ。こう見えてね。でね、あの、ついこの間、えー、近くのですね、信用金庫さんの、 あの主催するそのビジネスセミナーみたいなのがあってですねでまあ経営者の皆さんちょっとどうですかっていろんな勉強をしてみませんかみたいなやっぱあるんですよで僕あの時間があった時にですね是非もうこういうの好きなんであの行ってきたんですけどねいやいや今回は当んで勉強をさせていただきましたえどういうセミナーだったかというとですねえ経営セミナー「孫子の兵法とビジネス戦略」という内容でございました 講師の森谷先生という方が来られまして東京から来られましてお話ししていただいたんですけど、えー、成功し続けるリーダー企業は何を考えているのかというです、ね、このテーマが、えー、ありましてふ、えーまあ、普段ねあの僕らもその,、えー、その名前を聞くことがよくあるんですよねやっぱ経営者っていうのはやっぱりいつもよくこういうことを考えてるんだろうなっていうふうには思うんですけど、えー、その「孫子」 ねえーまあ、僕はちょっとてっきり人の名前だなっていうのはちょっと思ってたんですけど、まあ、兵法の話には関係あるけど、人の名前なんだよなと思ってたんですけど、そうじゃなかったんですよね。 孫部、えー、という方、まあ、一応、定説では孫部という方が作られたという、まあ、兵法のま,あまとめた論文みたいなお話のようですね。で、まあ、これは経営戦略の中にも,も、ずっともうあの、単にその戦争だけじゃなくて、まあ、日々の生活の中でも使えるということで、そのか,かなりね、いろんな方が、えー、これはまあ国内だけじゃない、まあ、もちろん中国だけじゃないですね、日本もそうですけど、それから欧米の社会でもですね、えー、結構使われている考え方なので、 あとスポーツマンだとかですねプロだとか、えー、その中でねいろいろお話をいただきましてこれ面白いなっていうところだけですねちょっとかいつまんでお話しさせてもらったらと思うんですけどね、えー、まああのー、難しく考えちょっとね、えーまあ、難しいお話だと思うんですよたくさんで先生とってもね上手に僕たちが分かりやすいように噛み砕いてお話してくれたんで。 あの、その中からちょっといくつかエピソードを出したいと思うんですけどね。あの、まあ、まあ、戦争っていうか、まあ、僕たちの戦争じゃないですけど、まあ、ビジネスね、ま、まあ、毎日のその生活でこの仕事をやってるっていうことは、やはりいろんな状況が変化したりとかすることはもう、これは当たり前なんですよね。その中で、例えば、まあ、お金をね、えー、産んでいく、作っていく、えー、流通をね、流していくっていうようなことを維持していく。ね。これはすごい、あのー、 大事なところなんですよね。で、やはりその考え方がですね、非常にこのよく描かれているということで、そのな、な話の中でですね、まあ恋愛も同じなんですよという話がありました。これ非常にですね、私は納得してしまいました。はい。で、えー、まあ、まあ、あの、例えばね、自分の好きな方がいらっしゃいますと。で、いろんなそのね、アプローチの仕方があると思いますけど、まず、えー、崩し技っていうのもあるらしいですね。 えー、今の自分の人間関係、その彼女とか、まあ彼氏とかとの関係を、今の状況からですね、まあ何も起こってない状況からこ、崩してですね、この相手とつながっていくものにしなきゃいけない。何かこうどっかで、今の関係を一度ちょっとこうバランスを崩して、あってこうね、えー、こう触っちゃったみたいな感じのね、えー、瞬間みたいなのがこう出てくるタイミングっていうのもいるかもしれません。それからあと、決め技。 決め技もいるそうでございますでこれはやっぱり各自いろんなねあのー、決め技みたいなのがあると思いますけどそれはねいろいろ自分で探してみなきゃいけないですけどやっぱいろんな状況の中でやっぱ観察しておくことが大事だし自分にとっての自分の一番の得意技は何なんだろうね人に例えば人にアプローチしたいとかするときにこういう部分を生かすべきだとかそういうのはやっぱ自分が日頃から自分を分かるっていうことをしておかなきゃダメだっていうお話がありましたですね。 で、えも、ー、も大事なことの一つとしてですね。まあ、三つあるんですけど、えぇ、ー、変異物量の差。ね。これ、これとても大事なことなんですけど。あとね、えー、精神力の差。そして、えー、情報と技術の差。一応三つ挙げられましたですね。で、これ恋愛にも関係してくるのかなとかと思ったんですけど、えー、いわゆる、例えば戦と考えるとですね、いや、物量の差というのは圧倒的だそうでございます。 まあこれはもうなんか戦後の日本がさっきの,の戦対戦って言ったらいいのかなであの日本が、ね、アメリカと戦った時にも経験したことだと思いますね、えー、やっぱ物量の差っていうのは圧倒的でこれはかなり、えー、割合が高くて、まあ、僕らがちょっとねえー、と思うけどやっぱりね先生の話だとやっぱりね70%ぐらいは物量の差で出てきてしまうそうです。 これ恋愛に考えたらどう、どうなんちょっとか、かなり痛いところに来るんじゃないかなと。物量の差ってつまり金の話かとかって思いますけど。でも、実際その、で、結婚して相手とそのね、生活をしたりとかいう考えた時に、物量の差というのは、まあ、冷静な話で考えると、厳しいけど、大きい。当たってるよね。これね。まあ、だからその辺はちょっとね、まず、 大事なところでかなりの大きなあのウェイトを占めるところではあるということあとね精神力の差ね,ねこれがだいたい残りの15%ぐらいそれから3番目にですね情報技術の差この辺も残りの15%ぐらいこの,はこの辺の割合というのがあのやはりその恋愛であれ戦であれ、ね、あのビジネスであれ大事になっていくんじゃないだろうかと。 いうことですただね、じゃあ物量があれば、必ず勝つのかってそうじゃないらしいです。はい。この辺にちょっと僕たちもね、希望を見出したいなと思うんですけど、何の話やら。えー、で、ちなみに、ね、で先生が続けてお話しされた一つの話にですね、えー、ゴールドラッシュの話があったんですよね。で、やっぱりその、 まあ皆さん、ボールドラッシュって聞いたらね、アメリカのね、開拓時代、ええー、まあ大西部の時代でございますよね。ええー、この時期っていうのは、その、まあ西海岸、ね、いわゆるサンフランシスコであるとか、カリフォルニアがあるところですよね。ここで、あの、金鉱が、金が出るっていうことで、もうアメリカに住んでる東部の人たちがもう大移動してくるんですよね。で、ええー、我こそはっていうことで、金を探しに行くわけですよね。で、たくさんね、その、金、まあ金も発掘して、まあ成金になった方。 で、生まれたそうです。ただね、えー、この先生のお話になると最終的にその金で成功した人たちは長く残ってないらしいんですつまりそのお金がかかりすぎたらしいんですよね。で何がお金かかりすぎたかっていうとまずその大西部と言いますけど当時その街も鉄道もほとんどそのいわゆる社会のインフラというものがない時代だったらしいですよね。 まあだから金が見つかって、まあみんな来たんですけど、一から作んなきゃいけない。町も作んなきゃいけない。それからその、その、じゃあ物資はどこからその、持ってくるかと。機材ですよね。これ東部から全部持ってきたらしいんですよ。これ大変なお金ですよね。で、ですから、その、確かに金は見つかったけど、同時に町のインフラが整ってないんで、えー、それをまず作っていってやらなきゃいけない。もう 地域も大変なね、お金も使わなきゃいけなかった。で、最終的にそれが、じゃあ、その金でね、あの、まあ、名を挙げた人もたくさんいらっしゃったでしょうが、じゃあ今どうなっているのかと。どうも残ってないらしいですよね。じゃあ、誰がその時代の勝者なのというふうに考えたときにですね、先生のお話ではですね、リーバイスなんだそうです。で、リーバイスって聞いて皆さん、えって思いますよね。 ジーンズの会社ですよ。で、ジーンズの会社がなんで、なんで者、あの、商社なのかっていうことですよね。やっぱり当時のその、え、金を求めてきた人たちは、その採掘の作業でズボンがですね、かなり破れるらしいんですよ。で、えー、なんとかいい、破れない丈夫なズボンを作りたい、あの、欲しいっていうことで提供し始めたのがリーバイスです。で、それがジーンズの起源になってるわけですよね。で、私も履いてます。ね。私のディレクターも履いてます。 で、多分、この放送を聞いてるあなたも今も入ってるかもしれない。ね。やっぱり、そう考えると、最終的にその時代にそういう必要性を求めて作られたジーンズが、もう何十年も持ってるわけですよね。まあ、100年以上もね。えー、200年も近くも持ってきてるわけなんで、これは最終的にですね、しかも世界中ですからね。誰が勝ったのということになってきますよね。 まあ、この辺のお話は非常に僕はね、興味深かったんですよ。で、ええー、まあ、先生のお話によるとですね、この、単にリーバイスだけの話じゃないですね、ええー、まあ、有名な話で、あの、徳川家康ですね。ええー、この時代、徳川家康でやっぱ織田信長がね、とか豊臣秀吉と来て徳川家康でしょ。で、時代のね、あの、制覇をしたの、いわゆる覇者と呼ばれているのは、 確かにその時代の切り先ね、まあ先行部隊みたいな感じで出たのは織田信長だったんですよね。中継地点でその受け取ったのは秀吉で、世界、日本を統一しましたが、長くは続かなかった。で、その後に来たのは結局家康だった。そしてその後は江戸幕府で300年。すごいですよね。で、えー、この先ほどのリーバイスの話じゃないんですけど、共通しているのは欲望を支えるマーケットへの着目だそうです。 これ非常に面白いですね欲望を支えるマーケットへの着目あの金を求めてきた人たちもこれ欲望の塊ですからねでその人たちがもう一生懸命助けたのがこのリーバイスだったんですよ。ね、で、えー、豊,臣ひ豊,臣さん豊臣さんじゃない徳川家康さん徳川家康さんもいわば織田信長さんにもついてましたしそれから、ね、徳川あの豊臣秀吉にもあのついてたわけですよね。 えー、もちろん最終的にはね、たまご分かつわけですが、でも、その欲望をさいろんなところで支えてきた、その結果として、覇者となっているということですよね。さあ、じゃあ、振り返って私たちの生活でございますね。先ほども恋愛のお話じゃないですけど。<laughs> ねねあのー、やっぱりその、じゃあ、物量が多ければいいのかっていうだけじゃなくて、 精神力も大事そして情報技術も大事そしてね先生の話の中にあったんですけどあのいつも勝ちと負けだけではないんですよということなんですねどういうことか腐敗という状態があるそうです腐敗というのは漢字はねあのい,やいわゆる負けていないということですね勝ってないっていうことは負けかっていうと実は違うんだそうですえー、勝敗の中のですね中間にあるいわゆる 腐敗という状況、えー、負けていないという状況をどれだけ維持できるかどうかそしてねでチャンスが来た時にバッて得意技で自分の場を作るその非常にこの瞬間瞬発力ですよね、えー、短期決戦ができるかこと、ね、そしていつも負けていないこと えー、これがですね非常にあのいつも普段の生活の姿勢として大事なんじゃないだろうかっていうお話でございましたあのほんとね、えー、これは私勉強になりましたもう目から鱗本当にもうやっぱ勉強大事だなと思,っと思いました是非、えー、ね皆さんもですねちょっとねどっかでこう参考にしていただきたいと思います僕たちは負けていないんじゃないかと思います ねえー、本当に負けてしまうとしたらそれは認めた時だと思いますねでそしてもう一度自分たちの持っているその才能であったりとか技術であったりとかあと何を得意としているのかそういったものをしっかり見極めておくことで短期決戦が来た時にばっとそれがちゃんと実力が発揮できるものそれを維持しておく日々訓練して維持しておくこと。 え、これはすごく大事なことなんだなと思います。あの、そう簡単にね、あの、彼女は振り向いてくれません。<laughs> これはね、誰、誰経験の話してんの。<laughs> で、えー、なかなかですよ。難しいですよ。もうね、これはね、もう、晴れも広げてさ、色もバーって出して、思いっきりダンスもして、で、もう振り向いてもらわないと。で、さ短期決戦なんですよね。で、そうこうしたうちに、やっぱり自分の魅力っていうのは、 見ても認めてもらえればやはりね、えー、恋愛成就と <laughs> ね、えー、まとまるものもまとまるわけなんですよね何の話をしてんだっけそうそうビジネスの話でしたねはいまあ、とにかくね、えー、これからもですねぜひね皆さんねやってることたくさんあると思いますけどね、えー、孫子の兵法やっぱりこれちょっと勉強したいなと。 私も思いました。ということで、CS トイトーク、全然特撮と関係ない話ですけど、まあビジネスっていうことで考えたときですね、僕たちも自分のね、え、ガングビジネスでね、海外に輸出やってますが、このね、短期決戦型腐敗の活用、ね、えー、ぜひ利用していきたいなと思ってます。